Captain on the bridge. もう大丈夫ですよ。
雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。Thank you.
セーレ、お役に立てるのでしょうか。セーレ、強くなりましたか。ティグマアップグレード。生き物は生き物を食べて生きてんのよ。キアナ、行きまーす。
ご教示ありがとうございます。
目標が現れました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ご教示ありがとうございます。私に勝てると思ってるの？
生き物は生き物を食べて生きてんのよ。バカなあんたでもよく頑張ってるわね。無駄よ、私一人で殲滅できるもん。何よ、計算より早いじゃない。やばい、カモン。敵がいないね。何よ、計算より早いじゃない。警戒を怠らない。いただき、礼はいいわ。愚民を助けるのはエリートの義務ってだけよ。
私が守るわ。ここまでなの？カーリーさん、助けに来たわ。テレザさんなの？来ないで。パールバティは危険すぎる。私の正体が引き止めているうちに早く撤退して。すぐにミサイルが飛んでくるはずよ。あなたまで命を無駄にすることはないわ。いいえ、誰も私の目の前で死なせたりしないわ。目を閉じると声が聞こえるの。私にみんなを守れという声が。今ここでその声との約束を果たすわ。ちょっと寝るね。不良品と思われた人造の少女は、その人間らしさから運よく生き延び、テレサという名前を手に入れた。1973年12月24日、パールバーティ作戦、B 級ヴァルキリーテレサは初めての戦いに参戦した。私が守るわ。ここまでなの？ハイド&シーク。やっへい。やっへい。私の時間では誰も勝てないのよ。不良品と思われた人造の第二次崩壊戦争でテレサは最愛の友セシリア・シャニアテを永遠に失った。テレサは恐れた。このままだとセシリアの娘、自分の姪っ子キアナ・カスラナモが天命の犠牲品になるのではないかと。
した時間になったわ。闇夜に紛れて暴れちゃえ。ジークフリートの野郎がキアナを連れて逃げられるように隙を作るのよ。二人の安全が確保できたら東側の山の上で落ち合いましょう。テレサ、何をする気だい？見つかっちゃいましたか。ごめんなさい、おじい様。私は天命から離脱します。セシリアの世界？テレサ、分かっているだろ、崩壊との戦いに犠牲はつきものなのだよ。それならどうして私には第二律者との戦いから撤退するように命令したのですか。セシリアと一緒なら私は死んでも後悔しません。テレサ、君は特別だから。君は僕の最愛の孫娘、死なせたりするものか。じゃあ他の人は？他の人は犠牲になってもいいというのですか。私の頭の中にはずっと何があってもみんなを守れという声があるの。そのためならどんな犠牲を払っても構いません。それにセシリアは私の一番大事な人です。セシリアを殺した人がたとえおじい様だったとしても、私は絶対に許しません。はぁ、ちょっと寝るね。ここでキアナたちを待とうかな。アイドアンドシーク。
この剣を来航にして。分かった分かった。断ち切る。
MVP はもらっておくわね。の十字架の出番のようね。私が守るわ。壊しちゃうわよ。
準備ば。あ、私。私が。制約の術。Woo!
見つかっちゃいました。私が出なきゃいけないほどの敵？はあ、艦長、もう起きた？ゼレも。Yes!
の十字架の出番のよ。どう？どうせ。Yeah!
絶対メイ先輩に近づけさせて。行こう！
私に勝てると思ってるの？よっ
アイアイさん、分かった分かった。
秘技解禁。システム警告ファイヤー。イエーイ。やはっ、うっか、舐めるなよ。うっはっ、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 yeah.
に遊んでほしいな。セーレ、強くなりましたか？